反日勢力を許さない福島県民有志一同チャンネルをご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、瀬戸先生と一緒に福島県は郡山市やってきております。ね、今見ていただいて分かる通りですね、今立憲民主党による、街宣活動、ね、準備が着々と進んでおります。でね、今日はこの郡山に蓮舫先生が、ね、やってくるということで、一体どのような、ね、お話聞けるのか楽しみにしてやってまいりました。皆さんこんにちは。今日はですね、福島県郡山市におります。まあ、なぜ今日ここでこういうやるかというとですね、今日は立憲民主党ね、国族立憲民主党の、まあ、女性がこれ小野寺さんという方なのかな、女性の方ね、なんかFM ラジオのニュースアナウンサーらしいですけど、まあ、彼女のですね、応援にちょっとここには出てませんけどね、蓮舫さんね、立憲民主の蓮舫さんが来るっていうんで、まあ、お話を聞きに来ました。まあ、多分、まあ、近くまでは行けないと思うんですけど、まあ、連合福島をしてますね、これね。連合福島っていうのはね、立憲民主じゃなくて連合はね、まあ、なんていうんですかね、民間労組は国民民主党をしてるはずなんだけど、これ福島の連合福島ってのは、これなんかあれですよね、公務員労組ね、公務員労組、そういう公務員労組が牛耳ってるのかな。だからこれ立憲民主党を推してるんじゃないかなとこう思うんですけど、まあ、立憲民主党ってのはね、これはまあ、この前ね、内閣不信任案を出しましたけど、賛成した政党はね、まあ、野党の中では社民党と共産党だけなんだよね。まあ、だからその野党もまとめられないような、まあ、そういう立憲民主党なんだけど、まあ、実際は共産党とも政策協定を結ぶなると言って、国民民主党あるいは維新からも嫌われているようなね、まあ、そういうその全くそのまあ、指導力もない政党がね、なんかこう内閣不信任案をね、まあなんかもったいつけたようにね出して、でまあどこのどこからの野党にも支持されなかったというね、そういうお粗末極まる。でまああと今日蓮舫さんが来るんだよね。まあ蓮舫さんは、まあ、個人攻撃になるんでね、あまり言いたくはないんだけど、まあ今台湾有事とかね、そういう問題起きてますよね。このロシアのね、結局ウクライナ侵攻に関してね、共産シナ 中共はね、これはですね、ロシアと一緒にですね、結託してね、日本の近辺にですね、爆撃機を、ね、中国はこう飛ばしてきましたよね。あとね、船もね、日本のね近海にこういうことをやってますけどね、その中国寄りのね最たる人が蓮舫さんなんだよ、ね。でまあ、そういう立憲民主党とはね、まあ、どうしようもないね、まあ、我々日本から見ればね、国族政党でね、まあ、本当に日本人のためにならないようなこう政党なんで、まあ、こういう、政党に対する、ね、まあ、そういう批判で、ね、のために今日は来ました。まあ、実際に6時からね来るらしいんで、まあまあ、来たらね、まあ、近づこうと思っても、まあ、多分警察が排除されると思うんですけど、まあ、一応今日来てですね、ここで話を聞きに来たと、まあ、そういう状況です。まあ、あと YouTube で上がるでしょうから、まあ、それですね、ゆっくりご覧になっていただければと、そういうふうに思います。今日この6時より、蓮舫さんがこの立憲民主党の中参院選の応援ですかね、で来るようなんで、我々は立憲民主党の政党に反対しております。立憲民主党はですね、この前国会に内閣不信任案を出しましたけども、そういう指導力は全くなくてですね、立憲民主党に賛成したのは社民党、ね、そしてあとは共産党だけであります。こういう政党にしか、支持されていない立憲民主党
民主党、維新とかですね、国民民主党はそっと動いております、何の指導力もないこの立憲民主党、このような立憲民主党はですね、我々はこういう政党を、この反日的な政党ですね、こういう政党に対し、徹底的にですね、反対を表明するための活動をこの福島県内において行っております。今日はあの蓮舫さんという、ね、方がこの福島で6時からですね応援演説をするらしいんですけども、まあ、蓮舫さん非常に問題のある方なんですけども、私たちはですね個人攻撃をするつもりはないんでね、あくまでも立憲民主党という政党がいかに日本にとってふさわしくない政党なのか、そういう問題に対してですね、批判をしていきたいと、そういうふうに思います。内閣不信任案をですね立憲民主党は、先日出しましたけれども、これに賛成したのは共産党そして社民党だけであります。同じ野党でもですね国民民主党あるいは維新とかそういう政党はですねそっぽを向いております。立憲民主党はですね野党の中でも、もう指導力を失いですね共産党と一緒になってですね日本の破壊を企むような、まあ、そういう政党でありますので、絶対そういう人に騙されないようにですね我々は皆様たちに訴えていきたい、そういうふうに思います。3番、年岡様。その通りです。どうぞよろしくお願いを申し上げます。で今ですね、常識ある郡山市民の方からご賛同の声をいただきました。これこそがね、私たちが訴える市民のための政治であります。なぜ我々がですね立憲民主党に反対しているのか、今この連合福島がですねこの旗が上がってますけども、連合というのはですねこれは組織化された労働組合のことです。この連合に入っている労働組合はですね民間労組、これは電力労連とかですね電気労連、あるいは繊維、そういう労連ですけども、実はですねこの連合の中には公務員の議事労、そういう労働組合、あるいはですね半日有田芳郎を支援するようなマスコミ労連、とてもですね我々と相入れないですね、そういう左翼のですね労働組合、そういうものが混ざっております。この立憲民主党は防衛費の 増額を真っ向から反対しております。我が国の防衛の要である自衛隊やあろうことか国旗日の丸国家近代をも否定する労働組合日教組に支持をされていれば、それは確かに防衛費の増強など言えるはずがありません。しかしながら先頃の世界情勢を鑑みるに、死な中国共産党の脅威、そして皆様も報道でご存知の通りロシアによるウクライナ侵攻、これを見ましても、今こそ我が国日本が防衛費を増強し、そして戦える姿勢、これを内外に示すことこそが最大の防御であり国を守るということであります。この肝心な議論すらできていない、そのような立憲民主党に何の未来があるでありましょうか。私たちはこの国を愛し、この日本という国を守るために、今日まで日夜運動を展開しております。しかしながらこれを真っ向から反対し、君がよ憎し日の丸憎しで日本に対し新たな政党、それが立憲民主党であります。我々はこれからも立憲民主党に対し球団の声を上げ続けてまいります。ロシアで郡山市民の皆さん、駅頭付近ご通行中の皆様におかれましては、どうか立憲民主党の甘い言葉に騙されてはなりません。立憲民主党の嘘800、でたらめに決して騙されぬよう皆さん注意していただきたい、そのように我々を強く訴え